クリーピーパスタとはインターネット上でコピーペーストを通じてルフしている恐怖を模様させる説話や画像のことである。クリーピーパスタは多くの場合インターネットユーザーが作成したものであり簡潔な内容で閲覧者を怖がらせることを目的とした超常的な物語となっている。これらの物語には殺人や自殺、空想的な事件を題材とした 陰惨な話が含まれる。タイム氏によれば、クリーピーパスタの閲覧者数が最も多かったのは、ニューヨークタイムズにクリーピーパスタが取り上げられた2010年のことであるという。主流メディアでは、2014年のスレンダーマン、死傷事件の後、架空のキャラクターであるスレンダーマンに関係するクリーピーパスタが人々の注目を集めた。この事件は、 ウィスコンシン州ウォッキショ省に住む12歳の少女が2人の友人から死傷を負わされたというもので、犯人の2人はスレンダーマンへの捧げ物として友人を殺害しようとしていた。この殺人未遂事件の後、クリーピーパスタを扱うウェブサイトの管理者の中には、閲覧者に創作と現実の境界の存在を忘れないように促す声明を出した人もいる。それ以外で著名なクリーピーパスタとして、 ジェフザキラーなどが挙げられる。クリーピーパスタの正確な起源は不明である。初期のクリーピーパスタは通常、匿名の作者によって制作され、日常的に転載されていたため、その歴史を解明することは困難である。ジェシカ・ロイはタイム誌で、クリーピーパスタは1990年代にインターネットコミュニティやユスネットグループで、 チェーンメールの内容が転載された時に発生したと主張している。エイジャ・ロマーノはザ・デイリー・ドットでテッドザ・ケーバーはほぼ間違いなく最初のクリーピーパスタの実例であると述べている。このクリーピーパスタは2001年にエインジェル・ファイヤーというウェブサービスに投稿された。テッドという人物の視点で一人称で描写されており、テッドとその友人数名が洞窟を探検するが、 その洞窟は徐々に恐ろしいものとなっていくという内容である。多くの初期のクリーピーパスタには儀式や個人にまつわる逸話、ポリビアスやバニーマンのような都市伝説が含まれる。ダーシー・ネーデルはターボーネズでこれらの初期のクリーピーパスタには転載されやすくなるような真実味があったと主張している。多くの初期のクリーピーパスタは画像掲示板4ちゃんの X という超常現象を専門的に扱う掲示板で作成された。主要なクリーピーパスタを扱うウェブサイトは2000年代後半から2010年代前半に発生した。creepypasta.com は2008年に、creepypastawiki.r、nosleep は2010年に作成された。これらのウェブサイトは クリーピーパスタを永続的に記録収集したため、クリーピーパスタというジャンルに極めて大きな影響を与えた。多くの創作者がクリーピーパスタのキャラクターを自分の独自の物語に使用し始め、数多くの作品を包含する連続的な発展につながった。時が経つにつれて、クリーピーパスタの定義は拡大していき、インターネットで書かれたホラー作品はほとんどすべて、 クリーピーパスタに分類されるようになっている。次第に原作者が誰かということも重要になっていった。現在では多くのクリーピーパスタは匿名ではなく名前のある作者によって創作されている。これらの創作者の多くが自作のクリーピーパスタを通じて注目を勝ち取ろうと試みている。徐々にクリーピーパスタのコピーペーストは一般的ではなくなっている。 現状では、このような行為は、クリーピーパスタコミュニティのメンバーの多くが知的財産の盗用とみなす。クリーピーパスタという単語は、不気味という意味のクリーピーと、コピーパスタという単語のカワン語である。コピーパスタという単語は、コピーペーストされて広まっていくテキストという意味であり、画像掲示板の 4chan で2006年頃に作られた。 スレンダーマンは痩せていて背が高い人型の生物であり顔はのっぺらぼうであるトレードマークである黒いスーツを身につけているこのキャラクターはサムシングオーフルというウェブサイトで2009年にアドビーフォトショップで画像を作る競争が行われた時に生まれた後にマーブルホーネッツという作品で主要な敵キャラクターとして登場するほとんどの物語では スレンダーマンは子供を標的にするとされる。2014年に発生したスレンダーマン死傷事件により論争が発生した。ジェフ・ザ・キラーの絵、ジェフ・ザ・キラーは、題名と同名のキャラクターの画像を伴って語られる物語である。物語の中で、ジェフという名前の10代の少年が、弟と共に友達の誕生日パーティーに向かう途中、いじめっ子の集団に襲われる。 ジェフは自分の身と弟を守るためにいじめっ子の手や腕を骨折させて通りに倒れたままの状態で置き去りにして立ち去る。その後、ジェフは自分が人を傷つけることを楽しむことに気づき狂気に陥る。次の夜、ジェフは自分の顔を切り裂いて笑顔の形の傷を作り二度と眠らないようにまぶたを切り落とす。その後、両親を殺害し、 Go to sleep と囁きながら弟を殺害する。ジェフは連続殺人鬼となり夜に家に忍び込んで Go to sleep と囁きながら人を殺すようになる。2013年に4ン h a n の投稿者がジェフザキラーの元の画像は2008年の秋に自殺した少女の写真を大幅に加工したものであると主張した。テッドザケーバーは2001年前半に エインジェルファイヤーというウェブサービスを利用したウェブサイトで掲載が開始された作品であり、テッドとその友人が地元の洞窟を探検した時の冒険を記録したという体の内容になっている。物語はブログの投稿という形式で展開される。主人公たちが洞窟の深くにまで進んでいくと異様な象形文字を見つけたり、奇妙な風が吹いてきたりする。 最後のブログの投稿では、テッドとその仲間が悪夢や幻覚を経験しており、あと20をもって洞窟へ入るつもりであると書かれている。ブログはその投稿から更新されていない。2013年にこの物語を本案した自主制作映画リビングダークザストーリーオブテッドザケイバーが公開された。テンパルはダタンアウアーバックによって制作された6部で 構成される小説である。元は、レディットに投稿されたものであり、2012年に、自費出版のペーパーバックにまとめられた。Q Mother Q Horse Q Eyes Q は、レディットの社会ニュースウェブサイトに投稿された、SF ホラー短編の著者のスクリーンネームである。2016年4月に投稿が始まり、作品は、メディアの注目を集めた。キャンドルコーブ、キャンドルコーブは、 クリス・ストラウブが創作したインターネットコミュニティのスレッドの形式をした物語である。そのスレッドでは1970年代に放送されたテレビシリーズを子供の頃に見た人たちがうろ覚えながらその番組の思い出話にふけている。投稿者たちはその番組に出る恐ろしい人形の記憶を共有しており、そのエピソードを視聴したために悪夢を見たという話をする。 エピソードの中には、スキンテーカーと呼ばれる悪役が登場するものや、登場人物が会話をせず絶叫するだけのものがある。ある投稿者は母親にその番組について質問したが、母親は投稿者が、子供の頃にテレビの砂嵐を30分間眺めていたと語る。災害は2015年にこの話を元としたテレビドラマを制作すると告知しており、マックス・ランディスが本案を担当した。 そして、チャンネルゼロの第一期として2016年10月11日に初めて放送された。スワサイドマウス、アビスワサイドマウス、アビは2013年に YouTube に投稿されたミッキーマウスが登場するアニメ作品で長さは9分間である。ミッキーが通りを歩く様子が描かれる。映像が進むと叫び声が響き、建物が一層荒廃し、 ミッキーがあざけ笑い始める。デッドバート、デッドバートは、テレビアニメ、ザ・シンプソンズを題材としている。ザ・シンプソンズには、幻のエピソードがあるという内容で、そのエピソードは、登場人物である、シンプソン一家が、飛行機で旅行に行く場面から始まる。長男のバートは、いつものようにいたずらをして、飛行機の窓を割れるが、これにより窓から吸い出されて、転落死する。 1> 第1部の最後に、バートの死体が非常に現実的に描写される。その後の第2部では、シンプソン一家が悲しみに暮れる様子がシュールに描写される。第3部が始まると、1年が経過したと表示される。残された家族は、骨と皮だけになるほどに痩せをとろえ、テーブルに座ったままじっとする。本来いる、はずのペットがいる様子はない。 一家は、バートの墓を訪れることに決める。ザ・シンプソンズの舞台である、スプリングフィールドは、完全に錆びれており、一家が、共同墓地の方へ歩んでいくにつれて、家々は古びていく。一家が墓にたどり着くと、バートの死体が第一部の最後のように墓石の前に、横たわっている。一家は泣き始め、泣きやむと、バートの遺体をただ見つめる。カメラが、父ホーマーの顔にズームする。 適用によれば、この時に、ホーマーが冗談を言うというが、物語の語り手には聞き取れない。スクイットワーズ・スーサイドこの物語は、アニメ、スポンジ・ボブを題材としており、2005年にアニメーションについて学ぶ学生として、ニコロデオンスタジオにインターンに来た人物の視点で語られる。その学生と同僚たちは、スクイットワーズ・スーサイドと題されたビデオテープを受け取った。 彼らは最初、このビデオは会社にいる人のいたずらだろうと推測した。ビデオの内容は、スポンジボブの登場人物のイカルドが、わびしい様子で、ベッドに腰掛けているというものである。背景では心を乱す奇妙な雑音が流れ、その音が大きくなっていく。そのうちに、場面が切り替わって、子供の死体の写真が映し出される。その後に、また、イカルドが映し出される。 その顔は黒く、影が差し、目が赤くなっている。最後に、イカルドは、銃で自殺するが、この時に自殺を命じる声が聞こえる。こうして映像は終わる。学生たちは、この映像は、会社で働く、誰かが作ったものだろうと推測する。しかし、タイムスタンプから、その映像は自分たちが視聴を始める直前に、作成されたものと判明する。 スポンジボブシーズン12のエピソードの一つ、スポンジボブ・イン・ランダム・ブランドでは、この物語のパロディが含まれている。ベン・ドラウンド、ベン・ドラウンドは、インターネットユーザーのアレックス・ホールによって制作された。内容は、マットという名前の大学生が、ヤードセールで老人から、テレビゲーム、ゼルダの伝説ムジュラの仮面の中古のカセットを、購入するというものである。 マットはこのカセットにベンという名前の溺死した少年の幽霊が憑依していることに気がつく。マットはゲーム中の当惑させるバグや恐ろしいメッセージに悩まされる。この物語を再現したゲーム動画が YouTube などにアップロードされている。ラベンダータウンシンドロームこの都市伝説では1996年にテレビゲームポケットモンスター赤緑が発売された後、 日本で10歳から15歳の子供が首を吊る、高所から飛び降りる、手足を自ら切り落とすなどして大勢自殺する事件が起きたとされる。ゲーム中で訪れる格有の場所であるシオンタウンで流れる不気味な BGM が自殺に関係しており、シオンタウンの BGM には大人には聞こえない高音の成分が含まれているため、子供はその BGM の影響を受けやすいという。 シオンタウンにはポケモンタワーという施設があり、そこにはポケモンの墓が数多く並ぶ。この都市伝説は1997年にアニメ版ポケットモンスターの電の戦士ポリゴンという題名のエピソードを見た数百人の子供が光過敏性発作を起こしたという実際に起こった事件から着想を得たと推測されている。 ネスゴジラクリーピーパスタ、ネスゴジラクリーピーパスタは、インターネットユーザーのコスビートフにより制作された。その内容は、ザックという名前の人物が、ニンテンドーエンターテイメントシステムのテレビゲームゴジラ、モンスター・オブ・モンスターズの異常なカセットを遊ぶという、ものである。ザックがゲームを進めると様々なバグが発生していく。当初は、 キャラクターのスプライトが歪む程度のバグだが、やがて本来ゲームに登場しないビオランテやチタのザウルスが登場。果ては、スペースゴジラやオルガといったゲーム発売時点では構想すら存在していなかったキャラクターまでもが登場し、最終的にレッドという名前の悪意ある超自然の存在が姿を表す。レッドの謎を解明していくと、ザックが想像していた以上に、レッドと自分に、 つながりがあることが判明する。たくさんのスクリーンショットを用意するために、作者自身が数千のスプライトを作成している。この物語をもとにしたファンゲームも開発されており、デモ版が2017年に公開されている。トゥーンストラックにトゥーンストラックにとは、トゥーンストラックというビデオゲームの続編を題材にした物語である。トゥーンストラックは、 続編が開発されていたが、第一作の商業的な失敗により、発売されなかった。ちなみに、元のトゥーンストラックは、アニメーターが TV を通じて、アニメの世界に送り込まれるという内容である。この物語では、主人公であるアドベンチャーゲームオタクのデイブが、黒色のレインコートを着た、不快な印象を与える男から、貴重なトゥーンストラック2を購入し、それを遊び始める。 すると、ゲームの雰囲気が徐々に不気味になり、デイブの周辺の現実世界を変化させ始める。実は、トゥーンストラックには、自分の上司を殺害した、精神障害のアニメーターのスケッチブックに描かれた絵を元にしており、バージンインタラクティブの重役が、殺人関連収集品のオークションで購入したものだった。続編が発売されなかったシーンの理由はその内容があまりにも、 衝撃的だったためである、という設定である。現実のトゥーンストラックは、開発側の都合で未完結の状態で発売された。しかし、SVG のクリストファー・ゲイツは、それがかえってこのゲームのファンが、ゲームの空白を埋める動機になり、このようなクリーピーパスタを生む余地をもたらしたと、表している。ソニック、エグゼソニック、エグゼは、インターネットユーザーの JC ザ・ハイエナにより、創作された。 この物語の主人公は10代の少年のトムである。トムが1991年のコンピュータゲーム、ソニック・ザ・ヘッジ・ホックの改造されたロムで遊んだところ、そのロムは呪われており、超自然的な妄想に悩まされる。物語では、ゲームに施された改造の詳細が描写されており、残虐で不穏な内容になっている。ペツカップペツカップは、 YouTube で投稿されたシリーズ作品である。ペ e t s c という発売されなかったプレイステーションのゲームがあり、その実況プレイを投稿しているという前提で話が進む。ゲーム中では、プレイヤーキャラクターはパズルを解き、ペットと呼ばれる奇妙な生物を捕獲する必要がある。しかし、実況者がゲームに付属していたメモに書かれたコードを入力すると、ゲームの隠された場所である。 ニューメーカープレーンに入ることができるようになる。パズルを続けるとゲームの雰囲気が劇的に変化していく。ニューメーカーという言葉は愛着療法の最中に殺害されたキャンディスニューメーカーを意味していると考えられる。このシリーズ作品は2017年3月12日に初めて公開された。コタクのパトリシアイルナンデスはその成功さを高く評価し、 ザ・ニューヨーカーのアレックス・バロンは、クリーピーパスタの王様と評している。ポリビアス都市伝説に、1981年に、ポリビアスというアーケードゲームを遊んだ人が悪夢などに、悩まされ、自殺者が出たというものがある。1995年7月29日、1995年7月29日は、氷山のミームのバリエーションを特徴とする画像を参照しています。 陰謀論が提示されており、氷山の最上部から分類され、十分に文書化された理論にラベルを付け、その下の深海に分類され、非常に曖昧で、しばしば馬鹿げているとラベル付けされています理論。この画像は、スーパーマリオ64に隠されているか、開発中に削除されたと思われる存在しない、コンテンツに関する一連の超現実的な主張を示しています。多くの場合、 プレリリースの予告編やデモのコンテンツに基づいています。ゲームのコード内の実際の未使用のコンテンツ、または完全に作成されたファンメイドのコンテンツ。注目すべき理論には、チャールズ・マーティネットがワリオとして初期に演じた E3996 のプレゼンテーションに端を発する、城の地下室に出没する巨大で知覚力のあるワリオの頭が含まれます。 クッパの肖像画が入った部屋と1995年7月29日に作成されたとされるゲームの初期ビルドでテクスチャが急速に色を変えるグリッチが発生しやすいとされています。これらの理論のほとんどは90年代後半の噂の隠されたコンテンツの高い普及、子供の頃にプレイしたゲームについて不正確な記憶を発達させる傾向及び 人気のあるゲームの以前のバージョンの一般的な魅力に基づいています。陰謀説はゲームに関する子供の頃の誤った記憶を思い起こさせます。そこでは現在のコピーには見られないスーパーマリオ64の鮮やかなイベントや場所を覚えています。スーパーマリオ64のすべてのコピーはパーソナライズされていますとはスーパーマリオ64には プレイヤーのプレイに合わせてゲームを変更する AI が含まれていることを前提としています。この画像はツイッターを介して主流のインターネットミーム文化に広まる前に最初に4ちゃんに投稿されました。ありがとうございます。